はい、どうもこんにちは。この動画では私が旅動画でよく使う建物がニョキニョキ生えてくるこのようなエフェクトの作り方を紹介していきます。今回のアクションステップはこちら。建物を召喚しただと、何なんだこいつのスタンドはと思ったスタンド使いのあなたでも、アフターエフェクトで切り貼りするだけで比較的簡単に作れますので、ぜひとも今回の内容を真似してみてください。それでは早速本編を始めていこうじゃねえか。アクションということで、今回はプレミアプロから始めていきます。プレミアの画面を開いたら、今回使用する建物の映像をここに挿入しておきましょう。今回はこのタイムラプス映像を使っていきます。シルバーチャリオッツでクリップをカットしておいたら、右クリックをして、ここからアフターエフェクツコンポジションに置き換えというのを押して、アフターエフェクツへとこのクリップを転送していきます。このやり方を覚えておくと、プレミアプロで編集していた時でも、アフターエフェクツにクリップを転送してエフェクトをつけてからまたプレミアプロに戻るということも可能です。精神と時の部屋みたいなものです。するとここでアフターエフェクトファイルとして保存する必要がありますので、ニョキニョキと書いておいて、これで映像を取り込むことができます。そうしたらまずは背景用の映像を作っていきましょう。ということで、このクリップをコマンディで複製しておいてから、下のレイヤーの名前を BG としておきます。わかりやすく色も赤にしておきましょう。まず背景から編集するので、ソロレイヤーのスイッチをオンにしておいてから、映像の中で消していきたい部分を上のペンツールを使って囲んでいって、マスクを切っていきます。今回はこの建物の上の部分を消し飛ばしたいので、この辺りまで囲んでいきます。さあ、そしたらこのレイヤーはマスクのメニューを開いて、反転のところにチェックをします。これだとスティッキーフィンガーズのごとく、ただ空間に風穴が開いただけなので、建物を消し飛ばしたとは言えませんね。そこで上のウィンドウのメニューから、コンテンツに応じた塗りつぶしというパネルを選択しておきましょう。これはナルトでいうところの万華鏡シャリンガンのカムイのような感じで、人工知能によって自動で風穴を背景で埋めることによって、綺麗に建物を消し飛ばしてくれる機能です。さあ、このパネルです。このアルファの拡張はマスクの拡張のところですが、今回はこのまま囲んだところだけでいいので、ゼロにしておきます。塗りつぶしの方法ですが、今回はオブジェクトにしておきましょう。そして最後にワークエリア内だけでいいので、範囲はこれで OK。それではこの下のボタンで建物を消し飛ばします。おらと言いつつ、消し飛ばすまでに時間がかかりますので、気長に待ちましょう。さあ、これで処理が終わると、後ろの背景が青空で埋め尽くされます。ちょっと汚い部分もありますが、調整したい場合はマスクの形を変えるなり、いろいろと数値などを調整していってください。今回はこれでいきましょう。さあ、それでは続いて、ここにニョキニョキを作って、最初にあった元の建物に戻していきます。バイザダスト発動だと、その前にこのフィルと書かれたやつは背景の部分なので、 BG のレイヤーの上に配置しておきます。そうしたら、これからどのレイヤーを手前に持ってくるかを意識していきながら、マスクでそれぞれのパーツを切り取っていきましょう。まずはこのドラゴンのオブジェクトは映像の中で一番手前にありますので、これが一番上のレイヤーになります。ってことで、切り取り用のレイヤーをサーフェスことコマンディで複製しておいて、名前をドラゴンとしておこうじゃねえか。そうしたら、いつものごとくペンツールを使ってドラゴンの周りを地道に囲んでいって、マスクを切っていきます。マスクを切る作業は時間がかかりますので、スティッキーフィンガーズあり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 と叫びながら切り取っていってもいいかもしれません。アリーベデルチ。さあ、ということで、囲み終わったらドラゴンは OK。続いては、この後ろにあるちょっとデカめのこの部分が手前に来ますので、これを切り取っていきます。ここもペンツールを使って建物の周りを先ほどと同じく囲んでいきます。な、何が起きた。もうすでにマスクを切り終わっている。時間が消し飛んだというのか。ということで、何はともあれマスクを切り終わったら次のところへと移りましょう。続いては3つ目のレイヤーということなので、レイヤーをコマンディで複製しておいてから、このレイヤーに関してはマスクのところでマスクは削除しておきましょう。そしたら、この3つ目のレイヤーも先ほどよりも上の箇所をペンツールでマスクを切っていきます。キングクリムゾン。そうか、さっきから時間が消し飛んでいるが、この同じ制作過程を割愛する正体もスタンドの仕業だというのか。ということで、また同じことをやっていきます。このレイヤーを複製しておいてから、これまたマスクを新しく作り直していきます。ペンツールを使いましょう。キングクリムゾン。時間を20秒だけ吹っ飛ばした。その時間内のこの世のものは全て消し飛び、残るのは20秒後の結果だけだ。マスクを切り終えたという結果だけが残る。というキングクリムゾンを使いすぎれば、ちょっと醜いチュートリアルになりますので、
最後の方は早送りをしながらチョキチョキする様子を見ていきましょう。さあ、ということでこんな感じで全てのパーツが出揃いました。それではこれらのレイヤーを一気にニョキニョキと生やしていきます。ということで全てのレイヤーを選択して1のメニューを開きます。そして1のキーフレームをオンにしておいてから1秒後に時間を消し飛ばして、ここで建物がこの状態になるようにしておきます。そして0秒のところでは、この全てのパーツが右下の建物と同じ角度で伸びてくるように1の数値を動かしながら配置してあげましょう。するとこのように建物の上のパーツが登ってくる、このような動きが出来上がります。そうしたらこれらのキーフレームを全て選択して F9 で動きを滑らかにしていきます。そしてこの速度グラフのメニューで速度グラフを編集していきます。ここでグラフを拡大して、最初と最後の方はゆっくり、そして真ん中で急に勢いよく建物が登場するようにグラフを調整していきます。さあ、するといい感じの動きで建物どもが浮き上がってきます。ただこのままだと一度に全てが浮き上がってしまいますので、それぞれレイヤーごとに浮き上がる順番を変えていきます。手前にあるものほど先に登場させていきたいので、4フレームずつぐらいでそれぞれ一つずつずらしていきましょう。するとこのように全てだんだんと上がっていくようになります。いい感じの動きじゃないでしょうか。それでは最初のところで、このレイヤーどもは最初の建物の後ろに隠しておきたいので、また BG のレイヤーを複製しておいてから、このレイヤーはソロレイヤーにしておいて、マスクは削除しておきます。そしたら改めてこの手前の建物の部分に沿ってペンツールを使って切り抜いていきましょう。アリーベッデルチ。さあ、といった具合に切り抜いたやつが出来上がったら、 BG ではなくて FG とでも名付けておこうじゃねえか。そしてこのレイヤーは一番上に配置しておいて、先ほどのオブジェクトを隠してあげます。これで再生してみますが、見えてはいけないところで先に先っちょの部分が見えたりしております。ということでこういったところはレイヤーごとにオルト加工をしていきながら、見えないようにカットをしてあげましょう。さあ、するとこれで建物がニョキニョキと下から生えてくるいい感じの動きが出来上がりました。最後にこれらすべてのレイヤーに対してモーションブラーのスイッチを押しておいたら、これでよしとしましょう。コマンド S でこれを保存しておきます。保存をして精神と時の部屋からまたプレミアプロへと戻って、エンターキーを押してレンダリングをすることで、このようにプレミアプロの一つのクリップとして使えるようになります。ということで、あとは通常通りカットをしてみたり、色を補正したりしながら旅動画であったり、あなたの身の回りの建物をニョキニョキさせてみてはいかがでしょうか。この動画で難しかったところはムーディーブルースで巻き戻したり止めたりしながら何度も挑戦してみてください。それでは今回の内容は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。